説明書が書いてないんだけど、ボール入ってなくない？ハッピーエブリデイ、まるばつまるばつ。これを立てていこうかなと思います。すっいろいろ入ってるよ。シャープテントでございます。でいいのかな。説明書が書いてないんだけど、本当に？え、ポール入ってなくない？あれ？ポールが入ってないぞこれ。めちゃくちゃうまいな。チーズがめちゃくちゃ伸びる。というわけで今回やってきました。はい、いい場所でしたね。なかなか面白かったんじゃないですかね。あそこ京都の森キャンプ場良かったです。バーベキュー場ってことは、まあデイキャンプ限定にはなるんですが、まあすごい良かった。この気温もあるんですけど、まあ、25度ぐらいかな今日。ちょうどねキャンプ日和という感じでね。で何よりね、中入るときに、まあ、バイクだったり車自転車乗り入れ禁止になっております。この道好き。そんな感じでねやってきましたけども、今回本当良かったね。あそこ何がいいってね、良かったポイント、その1、駐車場が無料。いいですよね。周り施設が多いのですぐ車埋まっちゃうみたいなんですけど、今回もね平日なんですけど結構車止まってました。休日だとすぐに埋まっちゃうみたいです。駐車場からキャンプ場まで歩いて2分ぐらいかな。遠いようで近いようで遠いという感じですね。テント張るのも良いそうで、ペグダウンするのも全然いいそうで、今回初めてタープを使ったんですけど、いやあのタープもまたね、またタープもあれいいよね。
構ね、薪じゃないな、小枝が落ちているので、その小枝を使っていくのもいいんじゃないかなと思います。結構落ちてるね、あそこ。木を折っちゃダメだけど、さすがに晴れてる日なら全然湿ってないと思うんで、それを使ってもいいのかな。昨日ちょっと雨が降ってたので、こう煙もついたりね、火もねつかないなと思ってたらいきなりついたりするので、まあ濡れた枝は結構注意が必要なんですよ。で、今回作った料理、今回のキャンプ飯はバターナッツでございます。バターナッツといえば、まあひょうたん型のかぼちゃといえば良いでしょうか。今回良かったな、本当に。とかダッチオーブンが本当ね、万能すぎるね。あれ何でも作れるよ。あれだって煮込み料理もできるんです。で、肉も焼けるんでしょう。わ、すげえな、本当に。すごいね、大絶賛でございます。メスティンもすごいけど、ダッチオーブンすげえ。行ってよかった、とりあえず行ってよかったかなと思います。というわけでね、今回こんな感じでやってきたんですけど、またね、次回の動画でお会いしましょう。ベビーグズでした。バイバイ。あ、そう、あとテーブル、テーブルいいね、あれ。